里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあじゃあ続きということで、そうですね、はい、今日はですね、あの、まあ、サムネにも載ってますけど、はい、ありがたがって発表する問題じゃないんですよね。もうみんな知ってるんですもんね。そうです、はい、いつもなんか今日はとかって言うけどね、はい、みんな知ってますね、はい、サムネ見てきてますからね、はい、今日はね湾岸、はい、湾岸チームということで、おー、海沿いチーム、はい、はい、ロッテと DeNA を、うん、今年頑張んないとやばいよって言って、はい、うん、正念場の選手たち、はい、はい、生き様を見たい選手たち、そうですね、ロッテはですね、はい、藤岡ですね。おお、ちょっと早くないですか。ん、そう、いや俺はクビになるって言ってないからね。あ、もうそかそか、うん、居場所がなくなっちゃいますよっていう、頑張り時っていう選手ですもんね。そうそうそう、そかそか、そ、まあ、なんでかっていうとですね、はい、今年ですね、うん、新外国人のアデイニエチェバリアっていう内野手、はい、エチェバリア取ってるんですよ、はい、で本職はショート、うん、で井口監督は基本的にショートがメインと考えてると、はい、ただどのポジションを守れる選手だし、うん、他の内野との兼ね合いもあると、はい、っていうところで取ってるんですよね、うん、でこの選手が、まあ、どれぐらいの選手かっていうと、うん、MLB37 本ホームラン、うん、まあ、それがどうなのかはよく分かんないけど ね、 そうですね、打率2割5分3厘、うん、主なポジションは、うん、去年はショートが、まあ、基本的にはショートが多いね、はい、でもサードもほぼ守ってないしセカンドもちょろっとだから、まあ守れ、大体ね外国人のね、うん、どのポジション守れますって大体守れないんだよ。あ、そうなんですか。大体下手くそ、へー、そのメインとこ以外は、はい、だってどこでも守れますって、ただ売り文句で入ってきてるだけなの、はい、だって俺だって別に守ろうと思ったらどこでも守れるからね。まあボール取れますもんね。そうそうそう、うん、でもクオリティは知りませんよっていう、はい、でもメインがショートじゃないですか、はい、ってなった時に藤岡ですよね。ああ、なるほど。でしかも、まあ、内野どこでも守れる、セカンド、はい、中村ですよね、うん、でもキャプテンに任命したんですよね、はい、ってなった時になかなかね、うん、そこのポジションから動くって考えづらいし、はい、じゃあサード、うん、いかつかっていうね、え、安田、え、去年あんだけ使ったのに、はい、もう見切るんですかっていうね、うん、とこもあったらやっぱショートになってくるじゃん、うん、そうですね、普通に考えたらね、はい、え、ショートって結構その守備範囲も広くて難しいイメージがあるんですよ、うんうん、ショートできたらなんかもう他のところもできるんじゃないかなって勝手に思っちゃうんですけど、まあ、そういうわけでもない。そういうわけでもないですよね。でも結局打たないと、うん、あのヤクルトでエスコバみたいに1年でクビになっちゃうわけ、はい、ああ、なるほど、はい、やった時に、はい、そこがね、ハマった場合、はい、で藤岡もポジションなくなりますよっていう、うん、そうですね。でしかも昨年もね、打率2割2分9厘と試合数出てるんですけど、はい、うん、やっぱ打ってないんですよね。なんか勝負どころで強いっていうイメージあるんですけど、だからまあ出塁率も3割以上あるから、まあ打率の割に出塁率は高いんですけど、はい、これっていうのがないんですよ、正直。あ、なるほど。だからまあ日本代表、だから日本代表に入るか入らないかは別として名前が上がるくらいの選手になっていかないといけないん で、はい、でそういった意味では、まあ、全体的にそレギュラー、確固たるレギュラーって言った時に物足りないですよね。まあ、いい外国人、そのエチェバリアさんがハマっちゃったらもう居場所ないかもよっていう、うん、そうですね、うん、でプラスアルファロッテでいうとショートばっかり取ってるんで、はい、福田とかね、うん、でそのまで平沢とか、はい、まあ、中村も最初ショートで入ってきてっていう ね、 そうね、そのだからあと、うん、でまあ、鈴木、はい、西岡鈴木大地以降のショートがもう全くいないんだよ。固定された人が、うん、固定されてるけど物足りない、うんうん、人たちしかいないっていうところで、はい、まあ、多分外国人補強になったんだけども、うん、だから頑張んないと、はい、多分やばい、もうポジションなくなるんで。そうですね、だから守備固めとかになっちゃう。そうですよ、守備固め、そう、守備固めとかになった、うん、多分一軍にはいるだろうけど、はい、あのレギュラーとしての座が危ない、うん、確かにそうですね。でやっぱ外国人来たら最初外国人試すから、うん、絶対ね、はい、でそうなってきた時に試して、うん、その外国人が使えないってなると電話あるけど、うん、最初はそっちが先行するから、はい、そこも先行させないように、いやもうショートは藤岡みたいな、うん、でも使いたかったら他のポジション回ってみたいな感じにしないとダメなの、はい、いやでもそうしたらじゃあキャンプでショートは新外国人来るからサードとかセカンドとかの練習もしようって なってる可能性も、だからどこでも守れるようにしようってなるけども、うん、どこでも守れる人って打つからどこでも守るところに行くわけ。打たないのにどこでも守れるやつってもうそれ守備固めだから。そう確かにそうですね。じゃあもうバッティングですね。打つしかないと思うよ。だってこの打撃じゃきついもん、うん、でこの打撃でもね、はい、そのゴールデングラブ取るぐらいの守備があったら、うん、まだ話は別だけど、はい、そこにもかかってこないじゃん名前がね、うんうんうん、だそうなってくるとどっちつかずになるから、うん、正直外国人来たっていうことでもうかけっぷち、はい、確かに
頑張らないと、はい、もう2月から、はい、ガンガン打たないとね、うん、最低でもやっぱり2割5分以上、はい、打たないといけないよね。だって盗塁とかも、ね、そんなするわけでもないし、うん、まあ、確かに盗塁もそんな多くないんですね。ルーキーの時に14個が最高ですね、うん、だいたい走るのね、やらなくなるから遅くなるんだよね、うん、正直。あ、練習で走らなくなるってことですか。そう、ロッテの選手の特徴ね、はい、だいたい出だしみんな走るけど、はい、どんどん走る練習しなくなるから。岡ちゃんも西岡もそうだし、はい、石峰とかも最初ゴーッとしてると、うん、あと落ちていく、やらさないから。でしょ。あとはあれだね、もう一人は福田周平だね、はい、あ、入ったばっかり、うん、うん、正直 FA で鳴り物入りできて2割1分6厘は正直きついよね。あれ、荻野選手がいない時に代わりとして入った。いや、最初は出てたけど、ね、また怪我とかあってね、はい、うん、そうですか、うん、でしかも藤岡で見れば2割2分9厘だけど打率、あ、出塁3割以上あるのに、はい、あの福田2割1分6厘で2割7分6厘しか出塁率ないから、うん、フォアボールも選べてないってことだもんね、はい、あんまりね、うんうんうん、足あるイメージありますけど、だからダイソーになっちゃうんだよね。あ、まあそっか。盗塁とかもそこまでねしないじゃん、3個だもんね。あ、本当だ。だからもう崖っぷちだね、正直。なりものにできたけど、FA でね。だって藤原が出てきたから、はい、藤原使いたいよね。確かに去年の終盤のあの活躍と、ね、やっぱこの若い勢い、はい、藤原使いたいじゃん。そうですね。で、荻野いるんでしょ、うん、で、マーティン、はい、もう外野ないですけど、ポジション。確かに。で、角中、はい、とか、うん、あとは、キー、あ、それ名前言っちゃダメだ、まだどうなるか分かんないから。なんだ、え、何ですか。なんだ今の。あ、まだその どうなるか分かんないから。ああ、そういうことか、それは分かります、ね。今シビアな状況だから。はい。いや、じゃあ今新しいなんか移籍してくる方とかが来るのかなって一瞬思ったら、全然ごめんなさい、違った、ちょっとシビアな状況なんで、はい、すみません、ちょっとそこまだ触れられないです、はい、まあ、どうなるかね、はい、今日時点でどうなるかまだ分かってないんで、はい、聞いてちょっと言いきかけたんですけど、ね、はい、角中ね、私の、はい、うん、あと和田、はい、おお、ね、和田幸四郎選手、うん、うん、で、まあ、右だと岡とか、うん、いますね、結構外野にね、うん、いるんで、はい、ってなった時にもうだって足だけだと和田でいいからね。うん、ダイソー要員としては守備だけでも和田とかでいいわけよね。はい。で、じゃあ左ってなってくると、うん、藤原が使いたいよね。確かに。で、マーティンも外せないでしょ。うん、でも外野と一枠、うん、荻野みたいな。まあ荻野選手ちょっと信頼感ありますしね。うん、で、会った時に、うん、結局、うん、ってなるわけよ、うん。この成績みたいな。はい。やっぱり。打つ人使いますしね。そう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 。ってなってくる。でしかもやっぱりで去年あのパ・リーグ最下位だからチーム打率とかね、はい、まあ、打てないと話にならないから、うん、ってなってくるともう崖っぷち、はい、居場所が。でこの藤岡福田は、はい、両方もう2月からバリバリでそんな悠長なこと言ってられないよ、ね、はい、のんきにフラフラもできないし、うん、もう新人並みに2月1日からゴリゴリできないと正直もう居場所はなくなるよ、ね、オープン戦からも打ちまくると。うん、もうだ紅白戦から打ちまくんないとダメだよね。はあ。そんなのんびりやってちゃダメだよね。もうそんな正直工事だ。はい、やりました、はい、はい。だからまあね、うん、その立場じゃないから、うん、年齢とかベテランとか若手とか言ってる場合じゃないから、うん、もうゴリゴリ勝負していかないと、うん、もうなかなか厳しいんじゃないのかなっていう。はい、そうですね。まあやっぱ自分の居場所をしっかり確保するためにはもう新人並みに勝負だね。はい、藤岡選手、福田選手、頑張って。そこ使われてくれないけど、カットだよ。音が入ってる。いや、もう諦めようかなと。はい、藤岡選手、ね、福田選手、頑張って。さあ、ということで次は、はい、DeNA ベイスターズ、はい、ベイスターズの勝負の年、うん、選手はですね、はい、桑原正幸。小原ですね。うん、まあ、ここでね、まあ、去年筒香がいなくなって外野一つ抜けました、はい、佐野がもういやすごかったカバーしまくりました、はい、で今年梶谷がね、うん、FA ジャイアンツ行きました、はい、センター開くわけじゃないですか、うん、でもし通常で行くとレフト佐野、はい、ライトはオースティンですね、うんうん、怪我がなければ、はい、でセンターだけ開く、うん、でそこに多分今ヒットは上里だと思うんですよ、はい、うん、足も使えて、はい、でもそこに桑原が入ってこれるかどうかが勝負ですね。うーん、去年が34試合、そうで、その前72試合だから、その2017年ね、18年、
は1番として、だから16、17、18かこの3年はまあいい形で頑張ったんですけど、まあ19年から一気にやっぱ打てなくなってね、減ってますね、落ちてきてるんで、ここでどこまで勝負できるか、しかも盗塁もねその時19、10、17としてるんで、足がないベイスターズとしては、まあいい形の選手ではあるしね、まあ上里もね足があるんで、まあ右左と同じようなタイプなんですけど、そうなった時にここでこのね2年連続外野手がのレギュラーが抜けていく中で、このここ空いたところをつかめるかどうか勝負ですね。これつかめないともう神里になっちゃうんで、そうですね、もう確固たるレギュラーがこうできちゃったら入っていきにくいですもんね。いけないんですよ。そしたらもう、あの代打とか守備固めとかになってくるん で、はい、でそういった時にもやっぱ打てないと一軍に置いとけないじゃないですか、はい、音坂とかもいるし、若い伊藤とか細川とかもいるから、そこら辺になっちゃうじゃないですか、そういった意味でももう勝負するんだって、まだ若いよ、今年28だよ、はい、いや外野手ってでもやっぱり争いって大変ですね、でもポジション3つあるからね。いやまあ確かに内野とかだったら決まってますけど、でも内野もショートとかセカンドとかキャッチャーとか1つしかないんだよ。確かにそうですね、いやそう思ったら3枠あると思えば、でももう佐野とオースティンには勝てないから、はい、で1枠をどう争うかって、抜けたからね、そこに小原がうまく入ってくる、だからひょっとしたら、プロ野球人生最大の勝負かもかんない、人生をかけた今年が、これでもし掴めなかったらもうずっと2軍みたいな、しかも監督も変わってたじゃん、三浦大輔さんに。確かにこの監督が変わるときって、そのレギュラーじゃない人が入っていきやすいのね、やっぱ使われ方が変わるとフラットの目線になるん で、でそういったときにこう入っていけるかどうかっていうところも、この環境的にも出ていきやすい環境、ポジション的にも相手そこを争える環境、あとは本人が結果出せるかどうか勝負ですね。じゃあもうキャンプ中に三浦監督にもアピールしまくるしかないですね。もうだから今日挙げたね、藤岡、福田、この桑原、この3人はもう1日からゴリゴリやって、はい、もう今年勝負かけきてんなみたいな感じでやっていかないと、のんびりやってたら、もうあのポジション気づいたらなくなってますよっていう、もしくはその便利屋的に、あの1軍には多分1軍にはいると思うのね、だから1軍にはいるけども、まあ、桑原とかちょっと微妙なライン来てると思うけど、あの福田とか藤岡は1軍にはいると思うので、1軍にはいるけど結局はレギュラーとして出れませんよみたいな感じになってくるんで、だ見どころですね。そうですね、キャンプから、いやみんな頑張ってほしい。そうですね、でもポジション限られてるんでね。そうなんですよね、頑張るしかないですね。そうですね、はい、そういった意味ではね、注目してキャンプを見ていきましょう、あとはね、ニュースターとしてはベイスターズ森選手をね、やっぱ期待はしてますね。あ、森圭人選手、どういう感じでね、出てくるのかっていうところもあるんでね、まあでも今日はこの3選手今年かけ、うちの勝負かけ、どんな戦いを見せるのか、頑張ってほしいですけど、頑張って。